皆様こんにちは。まだ明るいです。午後3時を回ったところです。大阪の吹田は江坂、僕は今日はアナウンスの教室がありますので、その江坂から駐車場に停めて今喋っております。カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。さて、オリックスさんの試合のない心穏やかな月曜日ということになるんだけども、まあ過去3年間はね、試合がない心穏やかなと言っても、チームが非常にね、この優勝争いをする、あるいはこう優勝に向かって突き進むという状況の中での心穏やかな月曜日だったんだけど、今違うもんね。もうほんと首の皮一枚とか、まあ2021年も本当に首の皮一枚からの優勝ではあったんだけどね。ただあの時はまあ A クラスはほぼ担保されていた。今回は違うもんね。その A クラス目指しての首の皮一枚なんで、若干ちょっと状況は違うわけでね。同じ首の皮、あの時の首の皮一枚もなんかしぶとかったもんね。で、今回も、3位までのゲーム差が 5.5 ゲーム差というところで、残り試合がもう18試合なんですよ。で、この18試合で 5.5 をひっくり返すっていうのは、まあ、相当至難の技ではあるんだけども、ただ可能性はゼロではないということを考えれば、まだまだ諦めるわけにはいかない。残り18試合全部勝つかもしれないでしょ、全部負けるかもしれませんけども、可能性があるうちは、とにかくまだそこを目指していかないといけない。ただ、昨日も話しましたように、残り18試合をじゃあ何勝何敗でいけばいいんだっていう、そういう星勘定っていうのは、ちょっともうしんどいですよね。相手のこともあるし。だからもうとにかく一戦一戦目の前の試合を勝って、で一つ勝ったらまた次に行く、で負けてもまた切り替えて次に向かうというような形の、もう一戦勝負、一戦必勝の体制で行って、終わってみてさ、その時に何勝何敗になってどの順位にいるかっていうことなんだろうと思うんでね、そういう形の戦いを期待したいと思いますが、さあ明日はですね、マリーンズを迎えて、その3位マリーンズまで 5.5 ゲーム3を迎えての一戦ということで、火曜水曜の2連戦です。というところで、まあロッテ戦ね、今シーズンここまでは7勝14敗1分けと、1勝2敗のペースで負け越しております。まあだから、まあ、非常に相性が良くないマリーンズと。いうことになるんだけどもね、そのマリーンズを迎えての、まあ、ホームゲーム。でも一つ言えるのは、京セラでのゲームが全然なかったのよ。8月まで、ロッテ戦は。ね、ホームゲームでも、地方行ったりとかしてましたんでね、沖縄もやりましたけどもね、なかなかその、京セラのゲームが、ロッテ戦はあまりなかったっていうのもあるんだけども、まあ、それにしましても、まあ、ZOZO マリンでなかなか勝てなかったっていうのもあるんですけどもね、7勝14敗1分け、沖縄でも1敗1分けでした。まあ、そんな状況で、マリーンズを迎える明日の一戦ではあるんですけれどもね、まあ、3位マリーンズまで 5.5 ゲーム差、間に楽天が入ってるんで、ちょっとややこしいということはややこしいんだけども、とにかく上のチームを叩いていかないとどうしようもないということもあるんでね、明日、明後日、重要な一戦、その最初のゲーム、エスピノーザ投手が先発のマウンドに上がります。エスピノーザ、まあ、前回の登板で言うと、まあ、本当にこう、制球というところで苦しんだ。ただ、彼の強みは、京セラで、相性がいい。特に、シーズンの前半というのは京セラで無双してましたから、その傾向は少し後半になって弱まってはいるんだけども、まあ、相性のいい球場というのは、これも間違いないんで、ビジターゲームではなくて、京セラのマウンドのエスピノーザ、ここにかけたいね。で、まあ、その、SP が試合を作ってる間に、先に味方がしっかり点を取っていくというところが大切なんだけど、なかなかそれが今できていないという状況。ただ、この前の神戸もそうだったんだけど、ホームゲームでは、ちょっとこのビジターと戦い方はオリックス違うじゃない？ね。ホームの方がいい戦いできてると思いますんで、まあ、そこにも期待したいね。明日からは、6試合。ロッテと2つやって、その後ソフトバンクを迎えるんだけども、ホームのゲームが続きますんで、そのホームの利用をなんとか活かして、頑張ってほしいと思うわけで、明日は、マリーンズさんは唐川投手です。で、前回唐川投手にはやられてます。もう全部動くボールですよ。ほぼほぼカットボール投げる、動くボールに前回はしてやられておりますんで、なんとか、まあ、そこをね、対策を
しっかり講じて、まあ、その動くボールにどう対応していくのか、これ一つ注目していきたいと思いますけれどもね。まあ、ですから、エスコンでは残念ながら負け越して帰ってきたんだけど、なんとかこのスイープ負け3連敗だけは避けて帰ってきたっていうのもありますんで、明日からのホームの6試合を、どういう戦いで、まあ、勝っていけるか、というところにかかっている。まあ、その初戦なんでね、重要な一戦ということになります。明日はエスピノーザが先発のマウンド、オリックスさん。一方、ロッテさんは、唐川投手ということなんで、まあ、唐川をどう打つかというところもポイント。で、エスピノーザが、前半の、この、強さでの相性の良さを、しっかりと発揮してくれるかどうか。これもポイントになりそうですね。まあ、ちょっと最近、制球難っていうのがあるんで、そこですな。そこをうまくクリアしていければ、勝機はあるというふうに見ておりますので、ぜひ、皆さんも応援の方よろしくお願いしますということなんだけども、まあね、どうでしょうかね。なんとかね、T 岡田選手の、まあ、引退のね、まあ、表明があって、近日会見なども開く予定だと思いますけれども、もう一回ね、 T さんの勇姿をクライマックスで見たいって思いもあるじゃない。だからまあそこでまあ登録されるかは別なんだけどね。まあとにかく、シーズンを、10月の初めで終わらせるんではなくて、10月の半ば以降まで持っていけるような、そんな戦いを、この9月も続けてほしいなと思いますね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ先週1週間は神戸2勝で札幌で1勝2敗だったんで、3勝2敗1つ勝ち越した5試合で、借金を1つ減らしたんだけど、まだ借金が6つありますんで、この6つを残り18試合でどこまで減らしていけるか。ただ星勘定を計算するとしんどいんで、目の前の一戦一戦をということになりますね。頑張れ SP というそんなゲームになりそうです。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。江坂の駐車場からお送りしました。じゃあまた。